さあ始まりました社員雑談会、ありがとうございます。さあ今回進行を務めますフリーアナウンサーの河野千秋と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ就活生の皆さんが日々参加している説明会、時としてそうしたフォーマルな場は雰囲気が固くなることもありますよね。もっとざっくばらんに社員の話を聞いてみたい、そんな風に感じたことはないでしょうか。だからこそ私たちはあえて雑談をする場を作りました。今回お話しいただくのはエンジャパン株式会社の皆さんです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。では自己紹介をよろしくお願いします。入社2年目人材戦略室の三平ゆずのです。よろしくお願いします。入社4年目メディテク事業部、営業マネージャーを務めてます井上です。よろしくお願いします。入社2年目、はい、ミドルクラス採用支援事業部の小川玲香です。よろしくお願いします。入社3年目人材紹介事業部の井上月です。よろしくお願いします。今回はですね、3つのテーマを好きな順で選んでいただいて雑談していただきます。いつもなら答えづらい質問もセットにしてテーマ設定しております。さあというわけでここからは誰かに MC をパスしたいんですが、どなたか立候補していただけないでしょうか。はい。じゃあ一番の先輩ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけども、新卒の方々が見ていただいているっていうこともあるので、入社の決め手の方からちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、じゃあゆずきさんお願いしますか。わかりました。3年前のことなんですけれど、僕もともとちょっと人事っていうキャリアに興味があって、人事っていう仕事とかを通して一人一人が生きがいとかやりがいとかを仕事で見つけられる世界を作れたらなっていうをいつかのキャリアで叶えられたらなと思ってるんですけど、であればまず一番近いのは人材かなと思って、そこから逆算してその今の人材っていうところを決めたと。で、人材の中でなんで円にしたのかというと、掲げている円のビジョンと、あとやっている事業部の内容であったりとか日々の仕事アクションっていうのがすごく一貫性があって落とし込まれてるのがすごい印象に強かったので、入社しました。めちゃくちゃわかります。この後プレッシャーかかりますね。なんかトップバッター譲んない方が良かったですよね。準備とかしなかったです。私は業界特に絞ってなくて、結構就活も終盤、本当に大学3年生の終わりとかから始めたので、幅広く見て見ながらも絞っていくみたいな就活をしてたので、特に人材にこだわっていたわけではなくて、その中でもなんでエンジャパンがいいかっていうふうに思ったの、私も2つあって、1個目はもう圧倒的な成長環境があるなっていうふうに感じたところ、皆さん笑っているんですけれども、もうご存知の通りここは成長環境あるなと思ってて、で一番最初に参加したセミナーが社長登壇のセミナーだったんですよ私。でそこの一緒に司会をやってる方が入社1年目の方で、1年目から社長と働けるのみたいなところがすごく私は魅力に感じて、この会社だったらもっと高いところを目指せそう、なんなら1年目から社長と無理とかそういうものじゃなくて手を挙げればどんどん挑戦していけそうと思ったのがまず1個目と、あともう一つに関してはゆずきさんと本当に一緒なんですけど、言っていることとやっていることの一貫性がすごくあるなって思っていて、でエンジャパンってその入社後活躍っていうものを掲げてるんですね。その入社をゴールじゃなくて、その入社した先に活躍だったりとか定着っていうところまで見ていきますよっていうふうに言っているんですけど、それを見た時に、あ、誠実性がある会社だなというか、私もこの今就活生として見ている景色が入社後も変わらないんじゃないかっていうふうに感じて、この会社だったら頑張っていけそうだなっていうふうに思って入社を決めたなと思います。なんかこう私のイメージでは就活する段階でその活躍環境が見えたりとか、その理念が浸透してるとかっていうのはなかなか外から見るの難しい気がするんですけど、みんなどうやってそれが分かった実感できたんですか。なんか自分の中で大きかったのはこう社員面談っていうのがあるんですけど、人事の方がそれこそ井上さんこの人会うと思うから一回話してみてみたいな感じでこうフラットに紹介してもらって、で1時間ぐらい話す時間をもう普通の業務でも忙しいのに就活生のために時間作って、それも選考段階で、僕の時はこの気が済むまでっていうか、ちゃんとフィットするまで理解ができるまでもういろんな社員の人
コミュニケーション取らせてもらってたんで、あ、入社したらもしかしたらこの人をロールモデルにやっていけると活躍できそうみたいな、すごく働く上での再現性というかイメージが湧いたので、そこは大きかったのかな。なるほど。これ井上さん特別？いや、私もそうでした。そんな特別じゃなかった。どうでした？いや本当にもう全く一緒で、だから結構その自分の境遇に合わせた社員さんを結構用意してくれるんですよ。例えば私だったら留学してたから、じゃあ留学してた社員の方とか、まあ、なんか女性のキャリアに悩んでたっていうところもあったんで、じゃあ女性のキャリアを結構こう進んでる方、こう家庭を持ちながら GM やってる方とか、なんかそういうところの自分の境遇と似てる方用意してくれるので、本当にもうロールモデル、イメージが湧くっていうのが結構大きかったですね。じゃあ続いて部署によって違うところ、共通しているところについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、そもそも皆さんも入社から全然違う部署に、はい、4人とも、そうですね、全員違います。うちの部署ならではのところで言うと、そうですね、あんまり固くないものになっちゃうんですけどめちゃくちゃ称賛ムードが強くて、で何か別にそんなすごい褒められたことをしてないんだけどなって思ってることでも褒めてくれるみたいな。例えばですけど、朝元気に挨拶したらいつも笑顔で挨拶してくれて本当にいいよねって言ってくれるとかでなんかその社内で使ってるチャットツールみたいなのがあって、なんかそこでそういうなんかキャンディーをあげるみたいなのがあるんですね。でそこでなんかいつも笑顔で挨拶してくれてありがとねでキャンディー渡してるとか、あと今日会えて嬉しかったですで渡してるとか、あとはその教育係の人にいつもワンオンワンやってくれてありがとうございますっていう風にキャンディーを渡してたりとか、そんな感じで常日頃、まあ、直接もそうですし、そのチャット上でも感謝をすごく伝えるっていう文化が強い、感謝とあとは称賛をする文化が日々あるので、なんかモチベーションはある程度担保されてるのかなっていうふうに思って、うん、でもその文化、あの人事の密着動画でなんか朝礼で称賛タイムみたいなのやってて、それめっちゃいいみたいな感じで私が言ったら、それじゃあうちらでもやろうよみたいな感じで、私たちもグループっていうかその事業部でも取り入れられてて、今朝礼で、はい、じゃあ称賛タイムで称賛ある方いますかって言って、あれ嬉しいよね、めっちゃ嬉しいよね、朝から称賛嬉しい、朝から称賛してもらってよしみたいな感じで仕事入って。僕は結構明確に一個違うところがあって、あの僕は人材紹介事業部なので、人材のビジネスモデルの中でおそらく唯一求職者の方と直接やり取りをするビジネスなので、そこは明確に違うかなと思っていて、まあ、それによって何が面白いかっていうちょっと話をしたいんですけど、PDCA すごく回せるんですけど、基本的に人材ってやっぱその対企業に対してやり取りをするので、結局届ける先が人 2C だったとしても、そこに対しての報告とかって結局まあ企業とかになって、でそれをどういうふうに打ち立てていきましょうっていうのも企業と相談しながら進めていくしかないんですけど、人材紹介だと求職者と直接やり取りができるので、なんでこの求人ってなんか応募されないんですかとか、なんでこの求人応募してくれたんですかって直接聞ける、答え合わせができるんですよ。なのでそれをじゃあ持ってって企業と相談して、企業あの求職者はこういったところ刺さりやすいですよとか、だったらもうちょっとここら辺強めに打ち出しましょうって言って、こっちの方で求人直してまた新たに届けるとか、そういうところでまたさらにもう一個アクションが生まれていくっていうのは、そこやってて面白いなと思うところですね。企業にとっても求職者にとってもこうフィードバックももらえるし、どんどんね良くなりますよね、はい、全然扱ってるものも違いますよね、扱ってるサービス、サービスというか、多分人材業界って言ったら紹介のイメージが強い気がするんですけど、うん、求人広告だとまたいろいろと変わってきますよね、うん、キャリアパスとしてはその動いたりっていうのはもちろんあります、ありますね、もちろんあります。特に人事なんかは初期配属で1年目で私は配属はされてるんですけど、逆に1年目配属がすごい珍しくて、私も3年ぶりとかに初期配属をされてるので、それ以外は一度そのコンサルティングセールスっていう職種を経験してから移動してくるみたいなパターンの方がすごく多いので、移動はすごい活発なイメージがあります。若手の裁量権を感じる瞬間ということで、じゃあプロジェクトとかよく
任されたりとか降りてきたりとかするんですけど、感じるのは、あ、多分今の自分の能力じゃあ多分これ実現できないなっていうプロジェクトがいつも降りてきてて、よく自分が所属する事業部長もおっしゃられてるんですけども、その例えば目標がこう100だった時に、その100の目標を達成するために必要な能力、必要な要素とか問題を考えたりとかするんですけど、200ってやった瞬間にこの改良をどう埋めるかっていうような思考、別の思考を働きかけないといけないというふうになるので、プロジェクトも同じで、今やってるその業務よりもはるかに難しいものを与えた時に、待てよと、これ今自分のままじゃ無理だってなって、で会った時にじゃあ他の人も力とかもちゃんと借りようねっていうので、その他者活用力っていうのがちゃんと定義づけられてて、で他の人とかをちゃんと活用して頑張っていこうねみたいな感じもあるので、そのなんか若手の裁量を感じながらもプレッシャーも感じながらも、でもちゃんとさっき言ったそのバックアップの体制だったりとか協力体制になってくれるっていうのが、すごくなんか一人で頑張ってるって感じじゃなくて、上司だったりとか周囲と頑張ってるみたいな感じですごく感じてますね。この裁量権、私はその1年目と2年目で感じたのが違うので、その分け方で話したいなと思うんですけど、1年目はめちゃくちゃ現場に出るのがやっぱり早いっていう、その実践経験を積むのがすごい早いなっていうのは、何月ぐらいから現場に、そうですね、もう私は4月の入社して2週間後からセミナーの司会とか運営とかを任せてもらっていたので、ただ座って座学受けるだけっていうよりは、もうトライアンドエラーをとにかく初めから繰り返していこうねみたいなところがあって、まあでもここはもういきなり放り出されるっていうよりは、ちゃんとその目的の共有だったりとか、ロールプレイングだったりとか、あとテストとかあって独り立ちができる状態ではあるんですけど、そこのスピード感はすごい早かったなっていう風な印象がまず1年目はあって、で2年目はやりたいって言ったことをやらせてくれるっていうところでの裁量権で、私は1年目の終わりぐらいから2年目はインターンシップに関わりたいですっていう風な意思表示をしていて、でそこに対して今新しいインターンシップのプロジェクトリードを任せてもらっていて、ゼロからインターンを作って運営するっていうのを1年目の終わりにやるよって言われた時に、え、私できるかな、やったことないし、インターンシップにメンバーとして関わったこともなかったので、どうやっていこうっていう不安がありつつも、先輩のサポートがあってやっと今運営ができている状態なので、そこは2年目ならではの、てかエンジャパンならではの、なんか若手の裁量権の部分になるんじゃないのかなっていうふうには思ってはいて、でもその反面プレッシャーっていうところはやっぱり自分でやりたいって言ってるからこそ達成しに行かなきゃいけないというか、このインターンシップ私が作れなかったら運用されないってなると、集客ができなくなっちゃうだったりとか、いろんなことにつながってきたりするので、プレッシャーをかけられてるっていうよりは自分で感じてやらなきゃなっていうふうに思うことの方が比較的多いかなと思ってます。なんかそのこう成長速度もすごい速いなと思ったんですけど、この PDC 回して仕事をしているうちに勝手に成長しているのか、皆さん自己研鑽していろんな勉強しているのか、それでいうとこう どっちが多いんですかね。両方やってるのか、結構両輪、両輪かなって思いますでも結構両輪、なんかどうしてもそこをやり遂げるためにはもういっぱい失敗して失敗して失敗していかなきゃいけない、その失敗の中に自己研鑽だったりとか、なんか PDCA が入ってて、あ、気づいたら成功できたみたいな感じかなって思います。結構組織の中でもなんか本の貸し借りみたいなのがたまにあって、なんかマネージャーからこれ読んだ方がいいよって持ってるから貸してあげるとか、まあ隣の事業部 あのマネージャーからこれ読みなって言ってくれたりするので、それが結構今の自分に必要だったりとかするので、壁にぶち当たりながらもそういった他者活用で相談して、だったらこういう本いいよって読んでみる、でトライしてみるっていうのは結構文化としてあるかなと思いますね。確かに両輪ですね、両方と回してるような本ブースみたいなのありますよね。 あります図書館図書館みたいなとかそことかでも本豊富なので、ちょっとあの業務終わった後に今日壁にぶつかったなとか、それに解決するためのなんか本ないかなってなった時にチラッと寄ってこう読んでみて、これだ心が軽くなる本とかじゃなくて、はい、ちゃんとしたビジネス書を、あ、そうです。それこそもともと新規の営業をずっとやってたんですけども、全くこうやったことがないクライアントサクセスセールスっていう別のミッションを任された時に、まず任されて何から思考すべきかみたいな、カスタマージャーニーマップを描いた方がいいみたいな、いろんな部署の人に
話したことない人にもコミュニケーション取らせてもらって、でこの本読んだ方がいいよみたいな、で社内にあるかな、あったよみたいな、で全部読むわけじゃなくて目次見て、あこれ欲しかった情報だって読んで返して仕事に戻って仕事するみたいな、だから両輪でこう回して PDC 回してみたいな感じです。皆さんこう成長っていう言葉たくさん出てきたんですけど、そもそもこう学生時代の何か原体験であったりとか、こう将来どうなりたいみたいな姿があったりするんですか？それこそ CSA で、まあ、どこでも活躍できる人材になるみたいなところがエンジャパンの、まあ、自分 の、 その自己成長、人間成長のだから一つの考え方ベースとなってる考え方だから、私は結構それこそ本当 どこでも活躍できる人材になりたいっていうのが成長の先かなってって思っていて、まあ、自分 の、 その人生の目標としている姿みたいなところが、自分で決めた人生をこう自分で正解にして楽しんでいくみたいなところがあって、まあ、なんかそのためには正しくなんか課題を特定してそれを解決していく力が必要だなって思った時に、まあ、よりこうじゃあたくさん早く PDCA 回せるだったり、まあ、勉強できる成長できる環境ってが必要だなって思って、まあ、そういうところってじゃあどういう組織風土でどういうカルチャーが根付いているところなんだろうっていうのをこう辿っていったらエンジャパンだったみたいな。さあというわけでね、たっぷりお話しいただきました。今回お話しいただいたのはエンジャパン株式会社の皆さんでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。